栃木県のプロバスケットボールチーム宇都宮ブレックスの応援番組ベストブレックス、毎週ブレックスの情報をお届けしています。今週はチームから背番号0番田臥勇太選手と電話がつながってます。田臥選手、はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日また暑くなりましたね。暑いですね。皆さん体調大丈夫ですか？この暑さの中の練習は大変ですね。あ、でもそうですね、体育館は涼しいので助かってますよかったです。はい、田臥選手の出演がですね、昨シーズン終了してすぐ の特番以来ということになりますけれども、そこからでも忙しかったですね。田臥選手ね、オリンピックもありましたし、まあ、それに向けての試合の解説などありましたもんね。いや、ね、オリンピック選手皆さん頑張ってくださってたんで、試合を解説させてもらいながら、楽しませていただきました。はい、田臥選手の解説も楽しく聞かせていただきましたけど、この日本代表の戦い、改めていかがですか？いや、もうね、男子は勝つことはできませんでしたけど、世界に向けてやっぱりこうマインドがセットされたと思いますし、はい、女子に関してはもう銀メダルですからね。もう本当に日本のバスケット界で本当に歴史をまた新しい1ページを作ってくれて、本当に皆さんお疲れ様でしたと言いたいです。いや、そうですね、はい、女子本当に日本人らしさを生かしてというところもあったと思いますが、見事な戦いでしたもんね。いや、すごかったですね。もう本当に高さに対してスピードと、ね、シュート率ともう徹底してやってましたし、女子は男子もね、うん、みんな果敢に挑んでいって、はい、ブレックスの比江島選手も頑張ってくれてたので、はいはい、比江島選手はこう、いや、ブレックスで培ったのではと皆さんきっと思ってるんだと思いますが、ディフェンスもすごかったですよね。そうですね、本当にすごく一生懸命ハードにプレーしてましたしね、やはり彼の得意なドライブだったり、ああいう緩急のつけ方は通用している部分もあったので、はい、また来シーズン、この今シーズン、はい、はい、一緒の彼と一緒にできるのがチームメイトみんな楽しみにしてます、ね、また今度の目標が、今度はまたブレックスでみんなで共に戦うというところになっていくと思うんですけれども、はい、チームとしての本格的なスタート全員するのもこれからと伺っているんですけれども、そうですね、はい、8月末ですよね。そうですね、8月末から、全体練習っていうのは一応予定されていますけども、もうみんな日本人選手たちは、僕は別でちょっとやらせてもらってるんですけど、他の選手たちはもうみんな毎日ハードに、ゲーム形式やったりだとか、はい、暑い中みんな頑張ってます。そうですよね、はい、ちょっと今シーズンが本当に移籍選手の発表、ちょっと長くやってきた選手の移籍などもあってファンの皆さんも驚かれたようなんですけれども、選手取材に伺ったときも、でも改めて見てみると、昨シーズンの選手、そんなに大きく動いてないですもんね。そうなんですよね、日本人選手に関しては変わってないですもんね。そうなんですよ、はい、で、まあ、ちょっとね、ライアンとでジェフがやっぱり、まあ、ずっと頑張ってくれてた分、はい、ファンの皆さんもちょっとね、残念がかなっていう部分はあると思うんですけど。まあ、でもまたそういう状況になったからこそ新しいね、メンバーが入ってきてくれて、これからまたブレックスらしいチームをみんなで作っていこうっていう気持ちになってます。はい、そこに向けてなんですけれども、はい、田臥選手オフシーズンの間で、トークショーを一度行いまして、夢を力にという、はい、講演を行った時、私聞かせていただいてまして、ありがとうございます田臥選手とお話しするとすごい前向きな気持ちになるんですけど、ありがとうございます。この辺の中でも田臥選手はやったことのないこととか、そういうこう今までと違う形になること、ワクワクするっておっしゃってたんですよね。はいやったらど次、まあ、それをこうどうしていったらどう変わっていくのか知りたい気持ちの方が勝ってしまって、今までと違う状況になることにワクワクするっておっしゃってたんですけど、はい、また今年もちょっとね、新たな風が入ってきて、はい、ちょっとワクワク皆さんにもしていただきたいですよね。いや、もうまたこれで新しいブレックスがまた作れるっていうところでは非常に
まあ、僕も含めチームメイトみんな本当に楽しみにしながら、今練習やってますし、はい、はい、ファンの皆様にも、また一緒にね、新しいチーム、まあ、新しいチームというか新しいメンバーが入ってきて、はい、はい、また今まで以上に応援してもらえたらなっていうふうに思ってます。どんな変化があるのか、不安じゃなく、ここ楽しみに待ちたいなという気持ちになりましたね。そうですね、もう僕は楽しみでしかないですね、はい、そうですね。いや、田中選手、昨シーズンファンカーの後に特番のインタビューさせていただいたんですけど、はい、その時もすでに次のシーズンの気持ち始まってたように私は感じたんですよ。まあそうですね、まあ、悔しい負け方をしてしまったっていうのもあったのでね、はい、まあ、今シーズンまたシーズンが始まるっていうのはそうですね、まあ、毎シーズン毎シーズン楽しみなので、まあ、今シーズンはよりまたメンバーも変わるし、変わるというか新しいメンバー入ってきて、ね、また他のチームも変わってる部分はたくさんあるので、はい、そういう意味ではまた新しい本当にシーズンになると思います。どうなるのかちょっと楽しみなんですが、はい、田臥選手個人としてはもう練習も始まっているので、どういうスタートになってますか？いや、僕はちょっと練習みんなとは別メニューで調整させてもらってるんですけど、はい、でももうみんなフォーメーションだとか、はい、もう組織プレーに入ってますので、うん、まあ、そういうのを見ながら頭でイメージしながら、はい、別でやらせてもらってます。はい、まあ、でもそのシーズン抜けて昨シーズン終わってすぐにやっぱりこう次の目標でやっぱりシーズンスタートから仲間たちと共に戦いたいとおっしゃってましたもんね。そうですね、まあ、今も一緒にこうやって練習、はい、やってるとやはりね、それだけでもいや本当に毎日練習行くのが楽しみですし、うん、はい、これでまたシーズンがまた9月プレシーズンがあったりだとかしていく中でまた試合感っていうのもチームとしても出てくると思うし、でそれでね10月からのシーズンでスタートできたらなっていう思いでいます。はい、はい、まあ、先ほどちょっとまた新しい風が、ね、外国籍選手で入ってくるという話になりましたけれども、はい、田臥選手から見て、まあ、先日取材に行った時には、現在、ね、練習しているメンバーが変化がまあ、ないので、これまでどういう雰囲気で練習しているんですけど、どういうこうまた新たな楽しみがありますか？で、まあ、今までいるメンバーは引き続きさらに、ブレックスのバスケットを伸ばしていくっていうところと、新しく来てくれる選手たちがそこにどうアジャストしてくれて、彼らの良さもやっぱり出してもらいながらチームがどう成長していけるかっていうところで、まあ、本当にどんなまだ実際にまだちょっと一緒にやれてない部分はあるので、はい、はい、本当にどういうプレーをしてくれるのかなって、どういうチームとしてバスケットが作っていけるかなっていうのは、はい、まあ、何度も同じことになっちゃいますけど楽しみですね。はい、そうですね、もう楽しみです早く続いてほしいんですけど、まあ、ただちょっとまだね、この新型コロナウイルスの影響もありまして、はい、本当にいつも通りっていう形じゃなくなってしまってたじゃないですか。昨シーズン本当にね、声が出せないとかいろいろある中で、はい、いつも通りの応援に早くこう戻れると嬉しいなって田中選手もおっしゃってましたよね。そうですね、なので、はい、まあ、昨シーズンああいう経験をして今シーズンは大丈夫かなと思ってたんですけども、ちょっと今の状況、今で言うとね、まだまたちょっと大変な状況が続いちゃってるので、まあ本当に選手もそうですけど、チーム全員、そしてファンの方とね、みんなでやはり気をつけながらね、その辺はしっかりと安全にね、バスケットができて見れてっていう状況が一番だと思いますので、まあ、でも、ね、状況が良くなって本当にまた皆さんの声を聞けるの、本当にそれも楽しみです。はい、そうですね、そのために今できることを本当皆さんで、ね、協力して
もうなんかとにかくこのシーズンも一緒にバスケが楽しめるようにみんなで一緒に今の時期を頑張っていきたいですよね。そうですね、本当にそういう面でも今をしっかりと、まあシーズン始まるまでに一個一個積み重ねながら、はい、はい、また皆さんと会えるのも楽しみにしてます。はい、まあ、今別メニューで練習を行っているということですけれども、まあ、そのメニューも含めてなんですが、はい、今の現状というのは田臥選手いかがですか？あ、おかげさまで体は日に日に動いてますんで、はい、別メニューですけど、バスケが楽しいです。結局は同じところで練習してますから、他の選手たちと一緒に大会にはいらっしゃいます。あ、います、います。同じ時間で同じようにやってますんで、ただちょっとメニューが違うだけでやってるんで。今日はいかがですか？今日みんな頑張ってましたよ、本当に。暑い中、まだやっぱ人数が少ないんでね、ちょっと。その分やっぱりちょっと大変そうな部分はあるんですけど、その中でもしっかり集中して、はい、みんなしっかりと取り組んでてハードにやってて、その辺のエナジーもね、自分の中ではいいエネルギーとしてモチベーションになってます。あ、なるほど、はい、とにかくまたこのシーズンで田臥選手に会える日を、そして田臥選手のプレーがですね、たくさん見られるのを楽しみにしていますので、はい、ありがとうございます。では最後に改めて、シーズンに向けてファンの皆さんに、何かメッセージをいただいてもよろしいですか？はい、いつも応援本当にありがとうございます。シーズンまでもうちょっとのようで、もうすぐでもあると思いますので、はい、はい、皆さんとまた、一緒に戦えることを今シーズン楽しみにしてますので、今シーズンも応援よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。もうプレシーズンゲーム9月の1週目から始まりますからね。そうですね、もうすぐです ね、 ね、9月入っちゃうともう毎週毎週試合になると思いますので、はい、はい、すぐお会いできますね。そうですね、はい、楽しみにしています。はい、ということで今週は背番号0番田臥勇太選手と電話でお話ししました。田臥選手ありがとうございました。ありがとうございました。練習頑張ってください。ありがとうございます。はい。